縁を切るのはちょっと待ってもらってもいいですか。おもろい同盟です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと縁を切るのはちょっと考え直してほしいなっていうところはあるんですよ。はいはいはい、どうも高橋です。 あの件ですね。あ、はい、高橋さんです。はい、はい、あの件なんです。はいはい、どうでしょう、皆さん知ってるかなね、あの件ですよ、まあ、何人かは周りの人間ぐらいは知ってる件でしょうね。そうですね、はいはい、まあ何十人か見てましたんで。はいはい、そうですね。でも多分超本人、当の本人見てないんじゃないかなって俺思うんですよ。はい、あ、どうなんすかね、そこ。あれね、いや、なんか連絡とか来ました？いや、来てないっすね。来てないけど、もうブロックしたんで、もう。あ、もうそこまで行っちゃったんすか？僕はもうそうっすね。早いっすね、その辺の動きは。いやー、それはちょっと辛い。ね、いや、はいはいはい。じゃあちょっともう言いましょうよ。はいはい。一旦名前出しましょう、もう。はい。あの、ね、このおもろい同盟ですけど、はい、正信無双の、ね、そうですね、ことなんですよ。 DJ の方ですね。 DJ の方。え、じゃあ今あのちょっと名前ね、はい、あの初めてじゃないですか。あ、そう、初めまして、ね、初めましてじゃないですか、はい、名前ちょっと呼び方決めていいですか。あ、いいですよ。なんて言ったらいいですか。俺勝手に高本ちゃんって言ってるんですけど、全然それでおもろいスタイルで。でも、はい、なんかこう呼ばれたい名前ってないですか。なんか、あー、K に N に T ってあれなんて読むんですか。はい、ケンティ、ケントで、ケントでいいですか。はい、どうなんか仲いい人になんて呼ばれてます。その多分最初ね、はいはい、最初はこう呼んでても気恥ずかしいかなと思うんですけど、慣れたらまあ、はい、まあね、慣れると思うんで、最初だけちょっとなんかあれかなって思うんですけど。僕仲いい人は下の名前ですね、ケントです。ケント、はい、まあ、あの、そう、ケンちゃんとかで大丈夫ですか。ケンちゃんですか。じゃあもう俺ケンちゃんって呼びますんで、はい、で僕はなんて呼んだろう。まあ、俺がケンちゃんって言って高橋さんっていうのも完全に壁を感じますよね。俺の方が作ってるみたいな。そうですね、俺も名前なんですけど、はいはい、しゅん基本的にしゅんちゃんなんですけど、はいはい、しゅんくんぐらいでいいじゃないですか。 そうですね、その方が、まあ、しゅんくんで、しゅんくん、じゃあ俺ケンちゃんで、まあ、ここで一旦決まりましたね。そうですね、これで一旦関係性が決まりました。よろしくお願いしますということで。お願いします、こちらこそ。はい、そうなんですけど、はいはい、あのね、あの、俺高橋俊介っていうんですけど、はいはい、一応声優やってるんですけども、はい、で YouTube の方で、まあ、ほろ酔いラジオっていうのをやってまして、はいはい、そこに結構前ですよね、結構前にオファーというか、うん、まあ、そうです、お話はいただいてましたね。あの、面白いなと思って、ケンちゃんが、ケンちゃん、ケンちゃん面白いなと思って、ちょっとこうホロイラジオのゲスト、映画とか語ったりするんですよ。はいはい、ね、聞いてますよ。そうですよね。結構打ち合わせしましたから、ね、でそこで、まあ、半年前ともいかんけど結構前ですよ、ね、結構前ですね、結構前にお話しして、はい、それからね、もうた結構経って、そのコロナもあって、そうですね、ちょっと落ち着くまで、まあ、待っときましょうかみたいな、はい、となっての、今日10月の中旬ぐらいですね。それぐらいですね。なんですけど、はい、ここに来ようと思ったというか、あ、行かなきゃって思ったのが、はい、その正信無双の件なんですよ。はい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 、あの、まあ、俺が言うのもあれなんで、はい、ちょっとどういうことかちょっと話してもらってもいいですか。僕からね、簡単にでいいですけど、はいはいはい、まあまあまあ、うん、去年から一昨年かな、正信無双さんが東京に進出すると、はい、でその直前に僕飲みに行ってるんですよ。毎回なんかね、そのおもろいとかいろいろあったら、あ、そうです、ね、飲みの会打ち上げとかで、そうそうそう、言ってますね。2人で飲みに行ったんですけど、うんうん、ファンですから一応。ありがとうございます、はい、その時に僕はあの金がね、彼の SNS の乱れ具合がずっと気になってて、うん、で、お前それ友達なくすぞと、人の悪口を言うやつは、うん、周りからも、あ、俺の悪口言うてんちゃうかとか思われるぞみたいなことを言ったんですよ、はい、で実際彼一回それで、なんかその動画内、令和クラブですよね、はい、今やってる動で話したんですけど、人の悪口を言うのはちょっとどうなんやっていうの、はい、まあ本当に、じゃあ最初に言っときますって、俺はもう本当におおむね全て同意です、はい、もうその通りだと思います。はい、本当にケンちゃんの言う通りだと思います。はい、でもっていうことなんで、あ、まあ、すみません、続けてください。すみません、すみません。で、彼はまあ
5年ぐらい前かな、4年ぐらい前かな、に1回それで大きい仕事なくしてるんですよ。すごい、それ知らなくて。それ多分高橋さん出会う前です、ね、そうですね、まあ、あいつとはもう高橋さんっていうか、まあ、俊君と出会う前ですよね。そうですね、ですね。俺とあいつの関係はまあその遡りっていう歴史のね、そう、一緒に番組をね、そうそうそう、やってらっしゃって、まあ、その程度ですよ。2年ぐらいですよ。いや結構でしょ、結構一緒におったでしょ。いやそれで言ったらケンちゃんの方が一緒にいたでしょ。僕は10年ぐらいでしょ。なんでだからですよ。そうですね、なん別にね、俺がわざわざ来る必要もないんですよ。でもそのやっぱりこうその関係は俺も大事にした方がいいと思うし、はいはい、それはケンちゃんじゃなくて、はい、あのあいつ、はいはい、あごめんなさい、いったあの話しましょうか。そのあそうですね、一旦ごめんなさい、大きい仕事をなくしたりしてるんで結構ガチで説教したんですよ。はいはい、で彼も寄ってたんで覚えてるのかどうかちょっと定かではないんですけど、はい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 、なんかでもその後ツイッターを一新して、おでもクリーンなことしかツイートせえへんアカウントを作ってたんですよ。それは今のじゃなくて今なんか多分今のですね。あはははは。でなんか元々あったやつはもう裏垢的な感じで鍵つけて、うん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 、って感じでやってたんですけど、はい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 、なんかねそのクリーンにする方のアカウントですごい悪口が漏れ出してて、ああもうにじみ出してきたんですね。にじみ出しててで、まあ、今一緒にやってるね方の絵の攻撃やと思うんですよ。なるほど、はい、はいはいはい。でその一緒にやってらっしゃる方の SNS も僕見させてもらったんですよ。見ますよ、俺も見ますよそれはね。見ますよ、それ気になるんですよ。なりますよね。でまあまあまあどっちが悪いとかはないと思うんですけど、うん、なんかでも SNS ってそういう場じゃないと思うし、いや本当にその通りです。公共のねいろんな大勢の人が見てるものなんで、うん、そういうところでまあ世間一般の前に立つ人間がそれを言っちゃうのはどうなのかなと思って。そうですね。でも俺何回言うたかなっていうのがあってこれはもうええわと思って、もうすっぱり切ってやろうと思って。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、ってのを、まあ、その別チャンネルの方で、まあ、そうです、令和クラブでっていう方でねやられてて、はい、俺もそちらもちょっと見させていただいてるんですけども、はい、わおって思ってうわーやばいぞって、まあ、そうですね、分かる人には、ね、名前は出してないんですよそこでは。出してないですね。でも俺ももうあって思って、はいはい、これあいつのことやなってでもねこれ大事なのはね、あいつ自身が気づいてないなって思ったんですよ、はい、あー多分あーそうなんですかね。いやだって、ま、そのケンちゃんが、はい、あのま、それを縁切る発言した、はい、後の俺やつのツイートとか、はい、動き見てても、はい、なんかそんな感じをしないんですよね。あそれはもともと動画を見てないのか、はい、まさか自分のことじゃないだろうって思ってるのかわからないですけど、はいはいはい、そこが俺問題で、このおもろい同盟ちょっとまあ、このあとね、はい、いろいろなんかホロウェイラジオとか撮ったりいろいろ撮ろうっていう話してるんですけど、はいはいはい、まず一発目におもろい同盟撮らせてくださいって言ったのは、まあ言ってましたね、これやったら聞くやろっていう。ああなるほど、うん、なるほどなるほど。で自分のチャンネルやし、そうさすがにあ高本ちゃんなんか久しぶりにやってんなって思って見るんじゃないかって、はいはい、でもしかしたら俺が出るって言ったら、まあ、一応関係ありますんで、あそうですね、ちょっと見るかなって思ったんですけど、はい、お前結構大事なこと今すごいことになってるから、ね、十何年来の友達なくしかけてるところやからね今。そうですね、そうなんですよ、はい、で俺がね別にあいつに義理もなければ、はい、お世話になったわけでもないんですよむしろ俺が切れたこともありますし、あ過去あるんすね。やっぱなんか言ってませんでした、なんかそういうの。その辺の話聞けてないですね。何ですか、はい、これも言っていいかな、なんかちょっと、はいはい、まあ、まあね、まあ、はい、いろいろまあいっか、まあまあまあ、いっちゃいましょう。あのね、その2年前かな、はい、に俺がまたバイク旅行行ってたんですよ。あ、はいはいはい、年に1回結構長いバイク旅行するんですけど、結構趣味でね。そうですそうです、赤いバイクの、あ、ありがとうございますなんですけど、そこでその時にその歴史ラジオやってたんですよ。はいはいはい。そでなんかあいつが青野正信が青野正信がまあドッキリ仕掛けてきて、はい、その言ったらその遡りという番組の企画で、はい、ああなるほどなるほど。で俺がまあ歴史番組なんですけど、はい、歴史知らない枠、あそうでしたね、俺アホ枠なんで、はいはいはい、そこでやってたんですけど、まあ、知らないお前にドッキリかけて、はい、なんか試験
はいはい、歴史何級みたいなのを受けさせるみたいな隠し撮りとかしてて、はいはいはい、でそれで、まあ、ドッキリでお前は今度受けるんだぞってなったんですよ、うん、はいはいはい、別に俺それはやっぱ面白そうだし、うん、ってなったけども、はい、よかったんですよ、はいはい、でその、まあね、何もせずに行ってもその試験会場行ってもあかんやろってことになって、はい、そうですね、1日1ツイートで、はい、その先生方が俺に問題を出してくる、ああの番組の歴史詳しい方の人らが、そうそうそう、3人ぐらいいるんですけど、はい、がちょっと出してくる、それに俺が答える、はいはい、ってことやってて、はいはい、でもまあその俺その時ちょうどでそれが1ヶ月ぐらい続いて、はい、その途中で俺バイクで旅行行ったんですよ。ああなるほど、はいはい、でそのバイクの旅行中って本当俺ちょっとシャットアウトしたいんですよ、そういうのって。あ、そうですよね、完全プライベート、そうそう、うん、なんでまあ楽しんでたんですけど、はい、あいつがもうズケズケ来て、はい、であいつもそういうツイートしてたんですね、なんか、はいはいはい、まあバイク旅行中かもしれんけど俺には関係ないみたいなこと言ったから俺もほんまブチ切れて、あ、それはあかん、お前ちょっと待てとふざけんなこらって言ってはいはいはい、もうそっからあいつが俺にビビって、はい、もう何もなくなったんですよ、うやむやになったんですよ、その企画が。あ、なくなったんですね。もうやらなかった、俺もそんな話しなかったし、お前どっつって結構な切れ方結構お前ふざけんなよっつったらそいつもごめんって謝ってきて、はい、それがきっかけであいつちょっとショックで病院行ったんですよ、はい、あのタイミングか、あのタイミングなんですよ、はいはいはい、で病院行って、はい、まあこれあいつが隠してたら俺は言わないですけど、はい、あいつツイートで、はい、自分のツイッターで言ってたんで、言ってました、ね、言ってたから大丈夫と思うんですけど、発達障害って、はい、まあ、軽度だと思うんですけど、はい、で診断されたんですよ、はい、で、あ、なるほどみたいな、はいはい、で、そのちょっと、あ、思い当たる節あるというか、はい、障害者でしたみたいなのを自分で言ってたんですよね、はい、で、俺も、あ、そっかって怒ってたんで、うん、だろうな、ボケって思ってたんですよでも、そう診断された後は、はい、ちょっと気使ってんのかなって、いろんな人にうーんってのが見えて、はい、だから、その自覚することって大事だなって、はい、まあ、確かにね、思ったんですよ、はい、だから俺も一回切れてるんですよ。で、あいつは、はいはい、あの発達障害って診断されたわけですよ、まあ、それが、はい、それって別に治ると思うんですけど、まあ、そうですね、多分心がけてればそうそう、ここそういうもんで、別に重度のものじゃなくて、そうですよね、ちょっと気つければ治るもんだと思うんですけど、はい、で今じゃないですか、はい、いや勉強せえやお前学習せえやそこはっていう、いや昔からそうで、喉元すぎり暑さ忘れるんですよ、ね、そうなんですよ。で俺は別に友達というか、まあ今は知り合い程度ですけど、はい、まあ目に余るんですけど、俺はそれ楽しんでたんですよ、言ったら、あ、もう一旦ちょっと距離ができてるから、距離置いてるから、こいつほんまアホやなって思いながら、はい、まあ、ちょっと別に何も思ってなかったですけど、うん、いやでもケンちゃんに縁切られたあいつ死んじゃうんじゃないかって。あ、そう、そう、結構だから、あの、許してやってはくれないかっていうことを俺は言いに来たんですよ。あ、なるほど、俺はそれを言いに来たんですよ。はいはいはい、はい、あのね、まあうちのっていうのもおこがましいし、どっちかというとそちらの方がね、はいはい、ケンちゃんの方が付き合い長いからこんなん言うのはあれですけど、はい、もうちょっと許してやってくれんかと、ブロックはちょっと解除してやってくれんかと。あ、 LINE のブロックはやりすぎですかね。いや、あの、うん、でも、うん、はいはい、分かるんですよ、これって、はい、結局許すとか許さないの問題じゃなくて、はい、嫌なんですよね。なんかそうなんですよ、もうなんか目につくのも嫌じゃないですか、 SNS ってなんかもう、もう見るのも見るのも嫌っていうのは、ね、もうだから分かるから、はい、その許すとかじゃないんですけど、はいはいはい、もう一度チャンスをっていうところあ、そうですね、腐れんちゃ腐れんやし、そうで、まあ、帰ってくるでしょ、その年末でもなんかちょいちょいちょい、まあ、ね、はいはい、で、あの人その、まあ、今東京でなんかやってますけど、はい、売れるとは思えん、俺は。はっきり言ってそれは僕も思いますよ ね、 すね、うん、てか行く前から思ってました俺はお前に一体何の武器があんねんって思いながら俺は思ってましたよ。いや、行くときはさすがに応援してましたよ、僕。うん、まあ、いや、別に応援というか、はいはい、お前に一体何の武器があんねんって思ってたんですよ。はいはいはい。で、今結局やってんのって演技。演技やし、エキストラでしょ。エキストラですね。エキストラとウーバーイーツでしょ。ウーバーイーツも入れちゃうか。ウーバーイーツしに東京行ってんでしょ、あの人。ほんまに何しに行ってん。いや、だからね、別にエキストラ出るのはいいんですけど、はい、それがやりたいことなんかっていうのもあるし、そうですね。で、なんか2年で、個人的に一人で喋ってるのでは、はい、2年で決めるみたいな、
言ってましたね。言ってましたけど、まあ、はい、コロナもあって、うん、ほぼ1年なくなってるようなもんじゃないですか、うんうんうん、でこれで本当にちゃんと2年で帰ってくるのかってところもあるし、1年延長するのかってところもあるし、はいはい、だからでまあ売れるっていうか、まあ、何かが、はいはい、何かのきっかけでポンって跳ねる可能性はゼロじゃないじゃないですか、まあ、続けてるうちは、ね、うちは何かがガンってはまる、はい、まあ、演技ではないと思いますけど、例えば番組、はい、ラジオ番組かなんかで、はいはい、お前こいつ面白いってなる可能性って、まあ、ゼロではないと思うんです。ゼロではないですね。でも、もしガンって売れたとしても、はい、あいつの性格だったら性格でダメになる気がするんですよ、その後。だから続かない。あ、それはそうですね。売れたとしても売れ続けれない、はいはいはい、だから結局こいつ失敗して帰ってくるだろうなって俺は思うんですよ。あ、今だから直さない限りね、性格を。あ、そうですね、うん、た時に、はい、高本ちゃんに高本ちゃんおもろい止め取ろうやとか、なんかこう飲みに行こうやって言った時に、はい、連絡使えへんぞとか、なんか、あ、はいはい、なんでなんやってなるでしょ、あいつ。多分そうなった時に多分自覚がないから、まあ、暴れるでしょ、ね、暴れるでしょ。でもそうなったら遅いし、はい、そこでなんかね、ケンちゃんと、はい、あのアホの正信が2人で話し合ったらマジになっちゃうじゃないですか。まあ、そうっすね、マジの話し合いになっちゃうから、お互い集まって、そうそう、てか そうだし、はい、俺が今ここのおもろい同盟っていうことで、はい、ちょっと笑いに変わらないかなっていう気はしてるんです。まあ、そうですね、今ちょっと和やかですね、ちょっと和やかに。だからそれ、はいはい、あの芸人さんがねよくやる、その楽屋でやったらマジになるけど、はい、舞台で喧嘩したら、あ、なんか笑いに変わるじゃないですか。それはネタに変わるじゃないですか、はいはい、俺はだから今のね、そのたこたこちゃん、ケンちゃんが持ってる気持ちを、はい、舞台裏でやっちゃったら、あ、なるほど、ね、俺がね、あの、ちょ、許してあげてくれませんかみたいなこと言ったらマジになっちゃうから、はいはい、表でやろうと思うんですよ、あ、なるほど、この剣をプロレス、そう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 、だからもうお前もなんか言えみたいな感じでお互いでわーってやった方が済むかなって思ったので、はいはい、ちょっと長々となんですけど表に引っ張り出してきました、はい、なるほどなるほど、っていうことで、はい、まあ、俺が言いたいことはこれぐらいですかね、はいはいはい、なんですけど、もうワンチャンス、もうワンチャンス、もうワンチャンスお願いしていいですかね。ブロックは解除しますわ。で、まあ、あとは、はい、ケンちゃんから歩み寄る必要ないじゃないですか、向こうの問題じゃないですか、はい、だからこれ聞いてたら、はい、なんかアクション起こせよっていう、まあ、そう、じゃないと友達減るぞ、ほんまに大切な、そうです、もう僕の言った通りになっちゃうんで、なっちゃうよっていう、それはもう本当に、あ、謝罪動画ですよ。YouTuber お決まりの。スーツで謝罪動画。よく見るサムネで。いや、本当にそう、それもやってなんぼでしょ。まあ、そうですね。ぐらいのことですよ。はい。ね、俺の、だから俺がこれ着て、今、おもろい動画でバーって喋るのが、はい、おせっかいって、取るかもしれないけど、はいはい、結構これ大事なことだと俺は思うんですよ。出して、表でやることは。まあ、そうですね。うん。ケンちゃん本当に切るじゃないですか。あのおもろい同盟見てるだけでも、はい、結構いろんな人との縁をパスって切る。僕ね、もう怖いねん、だから1か100かなんですよ、ほんまに。あ、怖。だって6年間家族のように過ごしてきた劇団員と今連絡取ってませんからね。何でしょうか、レッドですよね、イエロー、リアルレッドユニット、リアルイエローユニット、ちょっと分かってますよ、イエローユニットが、なんかなんちゃらユニットってごまかしてたから言いたくないのかなって思って。いや全然いいんですけど、パープルユニット、リアルイエローユニットとね、そのしかも、はい、でもその、はい、あれですよ、じゃあ言わせてもらいますけど、はいはいはい、ゲンちゃんもですよ、はい、ゲンちゃんもゲンちゃんで、はい、過激ですよ、そんなん言ったら、あ、はいはい、あれで一回ね、あの今日やっぱ来るときに、はい、っていうかもうこのなんかこの話するとか、はいはい、ホロウェイラジオ出てもらうってなった時に、はいはい、やっぱ俺出てもらう人のことを結構調べるというか、うん、ちゃんとリサーチしてから行くんですよ、うん、てか元から見てましたけど、はい、改めて見ようとか、はい、あ、はいはい、思っていろいろ見てたんですけど、結構なんかあれ、あの動画がなくなってるっていうのがあって、はいはいはい、なんかスーツで一人で喋ってた動画とか聞いてません？ あれちょっと消しましたね、僕でしょ、はい、俺もあれあの携帯なんかありますからね。ちゃんと残して。あれ、うわ、過激なこと言ってる。でもそこじゃああえて言いませんけど、その内容は消したってことは。はいはい。そういうこともあるわけじゃないですか。あ、僕はそうですね。ね、だから言っちゃうこともあるわけじゃないですか。はい。で、それ多分向こう方に届いてると思うんですよ、その思いは。まあそうですね。多分ね。まああっちの座長とは実はたまに会うんですけど。うん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 。まあお互い
もう全てを知った上で話はするんですけど、はい、ほう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 、じゃあもう絡むことってないですか、予定として。あの動画内ではもうないって言ってましたけど、そんな過激なこと言わんでもって思いながらね、まあ、表ではないでしょうね家近所なんですよ。あ、そうなんですか。あっちの座長と、そうなんや。で、この間飯食ってたらたまたま会っちゃって、ほう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 、俺頼むじゃないかそんな言い方じゃないでしょ、頼むじゃないかお前って言われてビビっちゃって、そんな感じじゃないでしょ、おお柳子ジャイアンやねんでまあ、普通に会えば喋るような仲ではあるんですけど、まあ、もう俺ちょっと一緒に仕事はしたくないなと思って、だからそんな、もうそんなまた変なことなんでね、そんなねツンケンするんだから、まあ、まあ、だから、はいはい、でも言いましょうか、それ もうこの場っていうかせっかくですし、はい、だからなんで嫌なのかっていうのはその動画内で言ってたんですけど、はい、お前らの、まあ、これ俺がね、はい、言うと、まずプランクっていうのがねまだあるわけじゃないですか。そう、プランクです ね、その劇団っていうかその YouTuber っていうのがあれあれはなんかわからないけど、 YouTuber ですね、あれは YouTuber ですね、はい、アラサー YouTuber です、アラサー YouTuber っていうのねで俺もあのケンちゃんつながりで、はいはい、あの出てたじゃないですか、柳さんっていうのは。あ、はいはいはい、このおもろい同盟にも一回そうですね、だから俺も、まあ、顔は知ってるっていうか、あ、この人かって思って、はいはいはい、見たりするんですけど、あ、はいはい、まあ、その感想はまあ置いといて、はい、彼らももうケンちゃんからしたら嫌なんですよね。だからそのお前らのその演技どうなんやっていうことをその動画内では言ってらっしゃったんですけど、はいはい、今も変わらずですか、その気持ちは。変わらず、変わらずですね、僕の言ったこともあれですしで、プランク結成の経緯から話すと、うん、まあ僕が作り上げた基盤を全部奪っていて作ったわけですよ。あ、イエローのね。そうですね。あ、そうです。なるほどね。で、僕の作ってたコネクションとかもあっちが全部持っていって正当に引き継ぐっていう形でやってるんで、その上であれかってなった時に、あ、その基盤持ってったのは許してるんですか。許してるとかいいんですか。もう見て見ぬふりですよね、そこは。あ、僕自身が舞台の世界に戻る気がないんで、もうじゃあもういいですっていう感じですね。で、あの出来かっていうところで起こってたんですよね。そうですね、うん、まあ、その辺は俺ちょっとその見てないんで、はい、わかんないですけど、はいはい、まあまあまあこ、うん、いや、ひどいもんでしたよ。ひどいもんでした。ひどいもんでしたよ。で、じゃあ俺もその声はい、でやってるんで、はい、あのコントとか俺あんま見ない。でもあのそのお笑いは大好きですけど、はいはいはい、彼らのコントは別に俺そんなに興味ないので、はいはいはい、見てないんですけど、ラジオやってたんで、あ、はいはいはい、不意打ちラジオってやつやってたんで、はい、まあ、聞くんですけど、まあ、別に内容はまあいろいろ言いたこともありますけど、はいはい、一つちゃんと言えることはタイトルちゃんと言おうって、ラグナラグナよって言うんですよ。あ、そんな感じなの。ラグナラグナラグナ、プランクの不意打ちラジオって言うんですけど、ラグナラグナって言うんですよ。いや、もうそこはちゃんと言おうってっていうところから、もういっぱい言いたいことは俺あるんですよ。はいはい、その、まあ、真剣に別にファンでもないですし、はいはい、聞いてるわけじゃない。ケンちゃんつながりでこういう人らがいるんだなって思って。うん、でも、やっぱ俺もいろいろやってる声優活動、まあ、そう、ラジオもやってるから、やっぱりこう、なんていうかな、すごいできるものを見るんじゃなくて、身近な人のを見てって、はいはい、いいとこと、で、こうやったら面白くないんだなっていう悪いとこ探し。うん、で、俺がちょっとちゃんと勉強していくんで、それ身近な人の方が面白い。はいはい、逆に、はいはいはい、っていうことでいろんな人 のそれこそケンちゃん その令和クラブも見て、はいはい、見ないとダメだと思うんですよ。表現者っていうか、そのケンちゃんの言い方で言うと表現者、はいはい、なんかやってるからにはいろんな人のものを見て勉強していかないとダメだなと思うんですよ。あ、なるほど。だからちょっと話戻りますけど、正信はお前いろんなもん見ろ、はい、人のは見ろ、てか友達のは見ろまずまあそうっすね。令和クラブも見てないんですかね。いや、見ててあの反応はダメでしょ。そうかそうか。で、だからその発達障害って言われたんですよ、はい、彼は。彼言われたんですけど、はい、あ、俺違うかもみたいな、はいはい、って最近言ってるんですわ。あ、 HSP、 あ、なんかそれも見ましたか、っていうのがなんか、まあ、ちょっと軽くバズってるというか、まあ、元からあることなんでしょうけど、はい、繊細になっちゃうっていうことがちょっとなんかツイッターで1ヶ月前ぐらいに、はい、なんかちょっと最近流行ったというか、なんかバズ、はいはい、ブーンってなんか、はいはいはい、トレンド入りしてたんですけど、うん、これじゃない俺みたいなこと自分で言ってて、はい、俺繊細なんじゃないってって言って、はぁですね、はぁですねね。で、まあその俺 HSP に関しても、はい、それどうなんて思うとこあって、はい、じゃあ他の普通に言ってる人は繊細じゃない鈍感なんかっていうところも感じるから、はいはい、そこはもうちょっと俺どうやねんっていうとこありますけど、まあそこには言いませんけど、はいはい、
なんていうかね、あのその HSP っていうのは繊細、はいはい、うん、病気じゃないけど繊細な心配症みたいな、なんかそうですね、性格の一つですよね。そうそう、それがでもこれっていいことで、はい、なんか自分が分かってなかったこと、はい、でもそういう一つも症状なんだよって言ってくれることで気持ちが改善するなら俺全然いいと思うんですよ。はいはいはい。ただ正信に関してはそれで忘れんなよってお前大事なこと。あ、そうですね。そこでなんか俺 HSP なんだよってなってルックない今みたいな。それ言えるのがちょっとずぶといなとは思うんですけど。ずぶとい、本当にずぶといんですよ。どこが繊細、ずぶといんですよ。まあ、そういうこともね、はいはい、あるんですわ。あいつの性格の良さでもあり、はい、もうとても悪いところなんで。あいつね、もうまた話変わるんですけど。全然どうぞ。いつぐらい、まだ芸人やってた頃っすわ。はいはいはい。僕が芸人辞めて、あいつがまだ芸人をやってた頃、8年ぐらい前かな、に、なんか共演した人が気に入らんかったみたいで。その時に、はいはいはい、俺、障害ネタにするやつ嫌やねんな、みたいな。ほうほう、障害言い訳にするやつほんまに許されへんわ、みたいな。言ってるやん。で、言ってたんですよ。いやー、どの口が。まあでも、まあね、その、自分がなるとは思ってなかったっていうか、まあ、そうでしょうね。その時はね。まあ、てか、まあ、まあ、なんていうか、発達障害なんてその辺にうろうろしてるって聞きますしね。まあそうです。誰しも何かしら持ってるもん。俺もそうかもしれないし。そうです。僕も言うたらそうかもしれないし。あるかもしれない。そう言われてしまうけど、それを気をつけろよっていう。そうですね。まあまあまあ、いつも別に普通に人で、軽度だと、だいぶ軽度な方だと思いますけどね。まあ、今までやってこれてたわけですからね。そうそうそう。じゃないよって言われたら、じゃない風になるもんですから。そうですよね。いや、本当にでもそうですね。忘れんなよってことは。で、まあ、どうですか？まあ、もうちょっとワンチャンくれますかね？その辺をちょっと。LINE のブロックは解きますわ。解きます。で、シュン君言った通り、僕からは歩み寄りませんわ。向こうですね。もう町ですね。町ですね。はい。で、その時に、でもやっぱこう LINE のブロック、あいつ文章下手じゃないですか。確かに。ね。まあ個人的なことですけど。感情のない文章を打つの得意じゃないですか。確かに確かに。だから、その文章面ではまたこうやり取りしてしまうと、はい、イラッてすることとか喧嘩になると思うんで、はい、本当にやっぱこう、喋って、はい、次もう一回会うってことはちょっと約束してほしいなって、はいはいはい。思います。年末帰ってくるんかな。去年飲んだんすよ、僕。忘年会しようっつって。その時は何人かがいたんで、うんうん、あ、そんな深い話にはならんかったんですけど。うん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 、まあだからその、縁を切るって言っても、LINE ブロックしたらもう絶対会えないじゃないですか。あ、そうっすね。Twitter の DM とかになってくるし、はい、そうなってくると。だからそこを一回解いて、はい、で、あいつに一回、まあどう考えてるのかっていうのを喋って声で喋って決めてほしいって、はいはい、それでももうダメだこいつはってなったらもう俺はそこまで介入しないですけど、はいはい、今回の件に関してはちょっと待ってくださいと。もうワンチャンス、もうワンチャンス、これが確約できたら俺はもう来た意味あるなと思います、はいはいはい、今日。なるほど、わかりました。 LINE のブロックはじゃあ解きます。あ、よかった。もう一度じゃあ喉に熱いものを注ぎ込んでそうですね、明日は忘れないようにしてもらって。そうですね、何年かしたらまた忘れるとは思う。本当そう。本当そう。でもね、はい、ここ今何分喋ってる ?30 分ぐらい喋ってる、まあ、たった30分ですね、はい、あのね、はい、まあここまで多分聞いてないと思うから言いますけど、はい、俺も関係ないから言いますけど、はい、まあ、あいつもかわいそうだとは思いますよ、はいはい、ね、相方さんね、ちょっとしんどそうな気がしますからね、うん、ちょっと、まあ、ちょっと気まずそうな、あの気難しそうな気がするんで、はいはい、あいつに同情しないこともないんですけど、あ、それもちょっとあります。ありますよね、はい、ちょっとかわいそうだなってところはあります、はい、から、まあ全部お前が悪いぞって、まあ、9-1 ぐらいですけど、はい、まあ最後に攻撃しちゃったのはあいつですから、うん、そうですね、はい、で多分その相方の子も、はい、そんなに急に来たんじゃなくて、多分あいつの良くない態度が出てたんだと思うんですよ、はい、だからぶつかるきっかけになったのは、きっかけは多分、はい、浅信、アホの正信の方が無意識にいろんなこと言ったり、はい、やっちゃったりとかから、ね、向こうも何ですかみたいなことになって この今の現状だと思うんですよ。ヒートアップすることになってると思うんですよ。その感じありますね、うん、あいつ基本的にあの無意識というか、はい、なんか無邪気というか、そうなんですよ、そこら辺なんですよね。だからあいつね、やっぱ
俺が言うのもいいあれですけど、はい、いろいろバカですしアホですし、はい、気利かないですし、もういろんなこと本当にマイナスの方が多いけど一つ残るのはいいやつじゃないですか。悪いやつじゃないんですよ。そう、悪いやつじゃない。そこをもう一度見てほしい、ケンちゃんには。あ、そうっすね。まあ、まあ、そのさ、いろいろあって最後に残る、まあでもいいやつやしなっていうところを、もうちょっと、もう一回ちょっと見てほしいなって。多分今、ね、SNS のあれで、はい、こいつもいやってなって、プスって切ってしまってると思うんですけど、はい、そのね、そのパンドラの箱じゃないけど、最後に残ったこう箱の中に残ったちっちゃい希望。ちっちゃな希望。ちっちゃいいいやつってやつ。ちっちゃいやつですよ。毎年誕生日くれるし。そう、本当にいろんな、もうどでかい悪いもの。が出てきてる中に真珠ぐらいあるコロンであるいいやつってやつ、はいはいはい、をちょっともう一回ね見つめ直してほしいなって。あいつにもあいつもいいやつなんで。そうっす、ね、悪いやつじゃないんで、もう一回叩き直せばそう聞いてくれるかなっていうなんですけど、はい、まあ俺別にあいつの先生じゃないし、はい、俺こんなに注意するのしたことないんですよ。あ、はいはいはい、てか注意しないんですよ俺人に、はいはいはい、なんでかって言ってその注意したら改善しちゃうじゃないですか。はいはいはい、お前こうしろよって言って注意したら改善してしまう。俺してほしくないんですよ、どっちかというと。正信とかでも、はいはいはい、ミスれって思うんですよ。ああ、そういうあの下心あってっていうことですか。いや、下心というか俺がそこまでする必要ないなって。ああ、なるほど。あの怒るってことは、はい、まあその人にとっては結構なんやねんって思うかもしれないですけど、はいはい、感情で怒る以外は本当にその人のためを思って言ってるわけじゃないですか。それ、確かにそうですね。それこそケンちゃんも直した方がいいよってところからその注意してるわけじゃないですか。そうです、期待を込めての言葉やったりしたんで。そうそうそう、これなんて期待もないし。だから注意しなくて今の現状なわけじゃないですか。俺がもし注意してたら良くなってた可能性がある。その東京行ってすごい人に気を使える、すごいいい人になってる可能性ある。でもまあ俺が言ってないからっていうのもおこがましいですけど、注意しなかったから、はい、いろんな場面で野放しにしてたから、はい、今向こうで大変なことになってるわけじゃないですか。そう、そうですね。だから俺はそうですね、別に本当に自分が大切に思ってる人じゃないと注意とか起こらないんですよ。はいはいはい。だからケンちゃん優しいなと思いますよ。本当にだから その声明発表したじゃないですか、縁を切る宣言。あ、そうですね。あれも捉え方によっては優しいなと思いますよ。言わんでもいいんですもん。まあ、確かにそうですね。言わずに、だってね。まあでも黙って切るのも男らしくないなとは思ったんで。じゃあ直接言わんかい。直接言うのも俺は言うたしっていうのがあったんで。そうね、そうそうですね。もうじゃあ令和クラブにしようと思って。だからそれもそうなんですよ。その、はい、言う必要ないやんっていう。別にお前のお母さんでもなければお父さんでもないし、はいはい、本当に真剣に思って。る人じゃないと言ってくれない。あ、そうですね、と思うんですよ、はいはい。俺はお前のことを、その正信のことを真剣に思ってないから泳がして楽しんでたんですよ、鑑賞用ですよ、はい。でもペットというかその自分のちゃんとした犬なら、はい、ちゃんとしつけないと。あ、そうですね、って思うんですよ。あいつ鑑賞用なんで別に俺はどうでもいいんですけど、うん、っていう点で言うとケンちゃんはちゃんと本当にそれこそ十何年ずっと言い続けてきてくれたじゃないですか、うん、はいはい。その友達をなくすっていうのはあいつにとって思う本当に大ダメージで、帰ってきてその例えば俺がここに入らなかったら、この間に入らなかったら、はい、本当にあいつ人の気持ちがわからないから、はい、ケンちゃんの心を溶かすことって多分できないと思うんですよ。まあ、そうです。あいつの一人の力じゃ多分一旦切れた溝、はいはい、あのケンちゃんとの関係を修復することってできないと思うんです。あいつ下手くそなんですね。無理ですね、僕も頑固やし。ですよね、はい。だから、まあ、俺が間に入ってまあ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 って言わないとどうにもならないんじゃないかなって思ってわざわざ来たんですよ。ああ、なるほどね、うん、マッチメイクをしに来てくれた。そう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 、ね、本当にもう、そうマッチメイク、そのバトルせえじゃって、そうです、殴り合えやリングの上上がれやって。そう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 その方がいいかなって思ったんで、はいはい、でまあ、うん、あのもう一回会ってくれるって言ってくれてるんで、はい、よかった。俺はとりあえず一つそのよし言うぞって思ってたことはちゃんと言いましたんで、はい、よかったです。あとはもう僕はブロックを解きますんで、ありがとうございます。あっち次第です ね。なんで俺がありがとうございますよ。アホで。こちらこそありがとうございます。いや、あんたらの関係をいるわけですよ、おもろい同盟。でもね、やっぱりそう考えてもね、おもろい同盟、はい、あのあいつ東京行ってからお互い一本一本で一人一人で、一人一人でやってって、はい、
如実に出ているなって思うのは、はい、再生数で言うとやっぱケンちゃんの方が上ですよね。あー俺そこ見てないっすわ。いやすごいな、そこ気になるでしょ。うん、出しっぱなしなんで。あやっぱそう、いやそうなんですね。2人でやってる時は、はい、平均30ちょいめっちゃ調べてくれてますね。いや俺そうですよ、調べますよ、その出るとなったら30ちょいで、はいはい、正信一人だと10ちょい、はいはいはい、ケンちゃん一人だと5、60いってるんですよ。あそんなに、おもうね差がね、あこうなるほどねと、はいはいはい、マサノブ君はファンが少ないんだなっていうのは、うんうんうん、でそのうちの一人俺だし俺もやし、俺もじゃあちゃんと見てるし 8人ぐらいやしじゃでそうでもまあ言ったらアベレージ10人ぐらいいるわけですよね。あそうですね、そうなるとまああと8人誰かいんねんなって思うんですけど、はいはい、そうなるとケンちゃんはやっぱまあ60人、70人、80人ぐらいは見てくれる人いて、はいはい、正信と一緒になると見てくれないってことは、もう、はい、正信を見たくない人は多いんじゃないかなっていう気はしてるんですよ。あ単純計算で言うとそうですね。ないそう30を前中に置いたときに、はい、ケンちゃんだけだとプラスになって、はい、正信だけだとマイナスになってるんですよ。そうですね、で、合算して30。そうですね。僕のも下回るってことですね。そう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 。なるほど、なるほど。だから、まあ別にそこはね、どうでもいいんですけど、はい、正信君はねやっぱこうなぜ自分が自由なのかっていうところも考えようっていう、うん、ケンちゃんはやっぱこう注目度高いというかそういう点で言うと多分プランクの人もちょっとは見てくれてるんじゃないかな、はいはい、全員俺分かんないですよ、全員見てると思いますわ、なんかそんな感じねこそこそねネチネチしてるんで、ネチネチネチ、いや知らないですけどほんまネチネチしてるんで、ね、表に出すねこそこそしてね、一人ねサイコパスがいてるんでねだからそういう点でも、はい、なんかその関係を立つとか言いながらもやっぱこう気になる存在だと思うんですよケンちゃん、はいはい、正信君は気にならない存在なんですよ。ああなるほど、みんなから、はいはいはい、だからねそのそういう点でもおもろい同盟っていうのは、まあ、いい感じにバランス取れてんじゃないかなって、なんかそう言われるとそうかもしれないですね、うん、正信をプランクの人たち見てないと思うし、見ないでしょ、見ないでしょ、でだからその多分プランク以外にもケンちゃんのそのなんか、はい、なんていうかな、俺が知らないね関係性の人結構演劇つながりそうそうもう見てくれてるかもしれない、俺はそこら辺ちょっと詳しくないんですけど、だから、はい、おもろい同盟に出た人しか俺ケンちゃんの交友関係って知らないから、はいはい、今プランクとかその柳さんとかいう名前をね、はいはい、そこしか出せないんですよ、はいはい、あと令和のサイレントフィルムズ、あ、はいはい、ももかちゃんとか俺、まあんまり全然知らないですけど、はいはい、てかっていう風に見てるぐらいなんで、はいはい、あんまりその何回もフランクって言って申し訳ないですけど、ね、いや僕は全然ちゃんとなタイトル言えよっていうのだからだからっていうことはこれ直ってたら面白いな、面白いっすねめっちゃ聞いてるやん、聞いてるやん聞いてるやんってじゃあ次からね逆に言い直しづらい、もうあこれなんかすごいですね、どっちでも面白いですね、なんか確かにどっちでも面白いって直ってためっちゃ面白いし、直ってためっちゃおもろいっすわこれ聞いてるいや俺も本当に向こうは俺の顔も知らないと思いますけども、うん、あそう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 、でそういう関係なんですね、俺とケンちゃんも今日初めて初対面ですし、実はそうですよね、初めましてってね最初挨拶した感じ、はい、確かに確かに、初めましてってなって、はい、まあでもあれですよね、あのケンちゃんから歩み寄ってくれたというのも変ですけど、動画内で、はい、面白いって言ってくれたんですよ。あ、ちょっといじらしてもらいましたと。うん、そう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 。はいはい、なんかまあ何人ぐらいでやってたんですけど、はいはい、遡りっていうラジオね。はい、でそこの動画とか見て、いやあの高橋さんって人はちょっと面白いって言ってくれてたんですよ。はいはいはい。ね、忘れてるかもしれないですけど。言ってで言ってました。俺はケンちゃんのこと知らなかったけど、はい、正信があの高本ちゃんが高橋のこと面白いって言ってたで、あいつが一番面白いわって言ってたでって言ってる、うん、マジで誰って言って、そっからおもろい動画俺知って。ああ。動画を見て、だからお互い、はいはい、あの会ってないけど知ってるみたいな、なんかそうなんですよ、僕も動画上げてたじゃないですか、さかのぼりのメンバーで、そうですね、今はもう全部なくなりましたけど、はいはい、一旦非公開にしてるんです、そうです、あれ見たりとかあと聞いたりもしてましたし、うんうん、いやでもねそれね、はい、やっぱケンちゃんのいいとこというか優しいとこで見てくれてるっていうのがやっぱ優しいですねそこは本当にやっぱその正信と違うところ本当に人のは見なあかん、そのやってる限りは、はいはいはい、って思いますね、うん、いやーやっぱいい人っすねケンちゃんは、いやいやそんなそう思いますよ、だから動画見ててもまともな、はい、あのまともそうじゃないじゃないですか、まともじゃないで売ってるんで僕はどっちかっていうと頭の色とかすごいし、あ一時期ね今は全然まともって、まあまあね、あれですけどもう
こっちまともじゃない方やなって思ってるけど、実は中身まともっていうか、しっかりしてるなって、あっちの方がおかしいっていうか、横にいるね、はいはい、あの無頓着、髪の毛とか無頓着のやつの方が意外と中身おかしいなっていうことは面白いですね、はいはい、見た目おかしいけど、見た目おかしいけど中身まとも、はい、なんか中身おかしいけど見た目は普通っていう、はいはいはい、うん、っていうのはおもろいどうも面白いなっていうところ、その辺もいいバランスやったんかも、いいバランスかもしれないですね、はい、だからあいつも言葉チョイス下手くせえしな、確かにキショイとか言って、キショイキショイって言って、ケンちゃんがいやキショイとか言ったらあかんって動画内でね、何回かあった、何回もあります、それなんかあの人の地元の連れにもそれ言われて、地元の連れにもなんか一回、はあ、あ去年の忘年会や、無双と無双の地元の友達何人かと俺っていうシチュエーション、うんうんうん、ほうほうほう、あそんな飛び込んだんですか、なんか会いたいって言われたから行ってちゃんとあいつ考えてんのかな、 この友達とこの友達はケンちゃんと会うってのを考えずに言ってたら、はい、あいつ本当あの辺そんなに気使う、まあ、一応気は使ってくれてたみたいで、あの地元の友達がなんか大阪来てるみたいなんやけど、読んでいいかな、読んでいいかもかもっつってその時にその言われたのが、おもろい同盟の無双が出現した後の高本さんが好きって言われて、いやそうですよ、だなんあの、ね、やっぱ最初は、はい、無双、はい、正信、アホの正信が一緒にやってるから見てましたけど、はいはい、関心は高本ちゃん、あのケンちゃんですね、ケンちゃんに行きますね、後々そっち、ね、俺はそうでした、はいはい、うん、だからケンちゃん喋ってる方が面白いし引きがあるし、ああ、ありがとうございます、うん、正信はお前それ落ちどこやねんみたいなおもろい同盟ではほんまに気抜いてましたからね、まあね、まあはい、いいんですけど、それは 気を抜いてさらってやるってのは、はいはい、あのもちろん大事なことなんですけど、はいはいはい、その中でも高本ちゃんちょっとピリッとしてるというか、ちょっとあのやっぱ人の前に出る時の顔はしてるなって思うんですよ、正信ってあれ、はいはい、本当な何あのぬぼっとした感じっていう、あいつ本当に人前に出る顔しない、顔映らんからちょっとあれ、こんなぬぼーってしてるんですよ首曲がってるし、こう基本的に首なんか絶対どっちかに曲がってるんですよね、あれなんたけしさんみたいな、なんいやもう本当ね、過去のやつ見てくれたらすぐ分かりますよね、そうっすね、首グニヤ曲がってましたよ、なんか中期ぐらいのやつがほんまそんなん、中期ぐらい初期後期の間の中期ぐらいが本当にね、だからそういうのでもう、はい、もうちょっと見られる、なんかその正信の件に関しても、はい、SNS に関しても、はい、表出てなかったらここまで言わないじゃないですか、多分そうなんですよ、一般人やったら何も言わないです、別にね、はい、まあそういう愚痴も言うでしょう、はい、でもまあね、役者やってるというか表出てるんなら気をつけろよってのはずっと言ってたんですよね、ずっと言ってましたね、そうそうそう、はい、そこなんですよ、俺も言いたいのだから本当に同意、はい、もうその通りだと思います、はい、えんちゃんの言うとおり、俺も悪口言うの本当に大嫌いなんで、人の、はい、言うのはそういうなんか飲み会とか、まあそういう場ではね、飲みの場ではあいつはちょっとなんて言うのはいいけど、はい、SNS は確かに本当にその通りで見ててあんま気分が良くないんで、でその表の方でも荒れてるし、はい、鍵やか今やってる方でも結構過激なこと言ってるじゃないですか、はい、あ、そうなん、そっち見てないですか、最近言ってないですけど、めったその荒れに荒れてる時結構ね、はいはいはい、厳しいことを言ってたりするんですよ、あでも俺はそれが楽しかったんですけどねあれ飛んなこいつ鑑賞用です、鑑賞用ですから荒れれば荒れるほど楽しいんですよでね、まあまあそうですね、あいつも必死じゃないですか、タレントってつけたり、そうですね、何がタレントやねんって思いながら俳優やってます、そうそうそう、いやもう演技のことちょっと分かってきましたって、うわこれはどの口がっていう、マジで演劇なめんなよ、そう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 よう、お前ケンちゃんぞ、今までいろんな人がやってたの見てそれ言えんな、よく言えたな、楽しくなってきたわって、うわってね、そういうこともあるんですよね、はい、うん、まあなのでよかったです、ちょっと分かっていただけたというか、その、はい、なんか少しわだかまり解けたかなと、まあ、あいついないところで ね、僕はリングに上がろうと思います、あ、はい、ありがとう、かっこいい、僕はリングに上がって待ってます、そうですね、まあ東京大阪間なんで、はい、直接こうね会うことはないかもしれないですけど、会えることはね少ないかもしれないですけど、ないけど、じゃあまあそれならおもろい同盟で、はい、のプロレスでも総合格闘技でも、はい、なんかバッチバチやったらいいんじゃないかなと思うんですよ、 そうですね、そこでまあ殴り合ってつながる友情じゃないですけど、まあなんか、はいはい、結構まあダラッとしたね、あいつもそうですけど、はい、長い関係ですから一貫ピシッてした方がいいんじゃないかなって思うんですよね、はいはい、それもそれでけじめというか、ね、そうそうそう、一旦縁切るまで言われてるんですから本当にボロボロなって、もうボロクソなって立ち上がって握手しろ最後っていうことですね、はい、はいはい、で俺はそれ以上ですかね、はいはい、じゃあリングで待ってますんで
ちゃんと、はい、お前鍛えてこいよ首まっすぐしろよ、ちゃんと走り込んでこいよ痩せてこい以上です、以上です、ありがとうございました、思い止めでした。